画家をやってる和田直介と申します。出身地は兵庫県なんですけど、活動拠点は京都です。でもスタジオは滋賀にあるんですけど、シェアスタジオなんですけど、スタジオメンバーはみんな京都だって言ってます。コロナ自粛中はずっと山というか、そのスタジオが山にあるので山ごもりしてずっと制作してました。で、今後も山ごもりするので、まあ自粛活動を続けます。僕の作品は透明感が特徴なので、なんかその普通によくある絵の具とかじゃなくて、結構業者が使われているような、透明感の高い、樹脂みたいな絵の具みたいな、その中間みたいな材料を使ってまして、でその材料をすごくそのレイヤーで何層も何層も重ねて、そのレイヤーの中に起きた図みたいなものがその上に載せたレイヤーと重なって新しい図になったりとかして、そういう図みたいなものをいろいろ発見できるっていう構造になってます。今回出展してる作品の中で一番でかい作品なんですけど、ギャラリーに入ってきて一番最初に見える作品だと思います。で、そのやっぱりでかい作品に出展するっていうので、ちょっとなんか新しいことしたいなと考えたりとかして、で結構その今日光みたいなものでなんか人って結構見えてるものとか色とかすごく影響されるなっていうところが、結構僕の中でずっと制作してくる中で結構考えてることだったので、これタイトル朝焼けっていうタイトルなんですけど、なんか本当に寝て起きて一番光を感じちゃって、もう光によってその何て言うんですかね、色がちょっと反転したみたいな、なんかちょっとあまりの光の強さになんか明るいもので暗く見えちゃったりとかっていうような、そういうような部分をなんとか表現したくて、なんかそういうタイトルつけて、なんかそういう考えのもと、なんかちょっとこういう白っぽい場所とか、こういうちょっと暗くもわっと光が入ってきたっていうようなイメージをちょっと表現しましょう。引き続きこのシリーズの作品を継続していきつつ、なんかちょっと大きい、すごく巨大なものを作りたいなと思ってます。で、今のそのスタジオの借りてる自分のブースの中でどれぐらい大きいものまで作れるのかみたいな、そういうものをなんかちょっと自分で知りたくて、なんかどれぐらいいけるんだろうっていうのをちょっと考えたりしてます。で、それと同時になんかちょっと学生の時にすごい油絵とかすごい描いてたんで、ちょっとたまには描いてみたいなみたいな考えてたりします。で、まあ展示終わったら、まあそうですね、なんか美味しいご食べ行きたいので、サムギョプサル食べに行きます。